ルーピーは1995年10月にカシオ計算機が日本で発売した女子向けの家庭用ゲーム機である。正式名称はマイシールコンピュータールーピー。ソフトの広告チラシやマジカルショップの外箱ではマイシールコンピュータ、本体外箱ではマイシールコンピューターとされるなど金表記にはブレがある。発売当時のメーカー希望小売価格は2万5 0円。なお、 日本国外では未発売。1990年代初頭に流行した子供向けの電子手帳やパソコンワープロなどの電子玩具に従来から存在した女子向けメイキングホビー玩具の要素を取り入れたテレビゲーム機である。カシオの持つ電子計算機とラベルプリンターの技術を遊びに消化させコンピュータゲームとシール作成の融合を特徴とした。本体パッケージには ゲームが楽しい。シールが嬉しい。3 2ビットリスク CPU 搭載などのキャッチコピーが記載されている。ルーピー本体や初期に発売された各ソフトの説明書では本体を SV-100 と固名表記し、ルーピーの名は明記されていない。ルーピー本体だけでは動作せず、ロムカセットにて供給される専用ソフトウェアを本体に接続し、 テレビ受像機へ表示された画像を見ながら使用する。専用ソフトには、シール作成ソフトだけでなく、アドベンチャーゲームや、シミュレーションゲームも用意された。いずれも、表現手法は1世代前のスーパーファミコン程度であり、リアルタイム 3DCG を採用したソフトはない。プレイヤーは専用コントローラー、またはマウスを用いテレビ画面上で、シールデータを作成し、 シールは本体に内蔵されたプリンターとシールカートリッジにより印刷、出力される。本体と専用ソフトは単品販売されたほか、後に本体とソフト2本シールカートリッジ参考、同梱したルーピーセット A、ルーピーセット B も供給された。発売翌年には初期のソフト2本が発売1周年記念ルーピーソフト特別セットと書かれた。 紙テープで帯留めされ連海販売された。対象層は小学生程度の女児とした。機器のロゴマークはハートを左右に二つ重ねたデザインとし、製品の箱には白を基調に色とりどりのハートが配置された。専用ソフトは少女、または動物などのキャラクターを主人公とし、動物や花、菓子などの食べ物をあしらったシールの作成機能が用意され、ファッションや 占いなどの要素を取り入れた。広告には当時10代の江本かな子を起用し、対象層にアピールした。しかし、同世代の巣のプレイステーションやセガエンタープライゼンスのセガサターン、そして翌年任天堂が発売した64ビットディスコーセプー搭載のゲーム機任天堂六十四64が市場を独占する中、ルーピーはゲーム機としても認知されず、市場から淘汰された。 専用ソフトは、シール作成に特化したソフトと、ゲームに特化したソフトに2分できる。ただし発売元のカシオによる明確な区分はされて、おらず、箱などへのジャンル表記はされていない。タイトル下の情報は著作権に表記された年、メーカー型番、税抜きメーカー希望小売価格の順で示した。これらは、ルーピー本体と共に発売され、ルーピー本体セットの外箱に、 画面画像と紹介文が掲載された。ABC、ミニインフォーメーションシール作りもゲーム感覚週刊ファミコン通信ナン、no. バー340、1995年6月30日号、12ページ。AB、会社案内、業務実績アルファシステムハット AB、アーマット会社概要、アーマット2005年8月25日時点の内容、インターネットアーカイブによるミラー。 アクシズアートアミューズ会社概要。アクシズアートアミューズ。ありがとうございます。